こちらはですねソニーの電子書籍のコーナーになります。リーダーというふうになってますけども、ソニーはですね、3年ほど前からですかね、アマゾンやバンズノーブルに対抗してですね北米マーケットで、電子書籍ビジネスを展開しているんですけども、まあ、正直なところですね、ソニーだけということではないんですけども、もう本当にアマゾンが、もう独り勝ち状態ということで、昨年11月に発売された Kindle Fire なんかもすごく、売れているということで、なかなか、厳しい戦いを強いられているような形になっています。こちらが、デバイスになりますけれども、私も Kindle 結構使ってるんですけども、ちょっとソニーのこの、Xperia もそうなんですけども、ちょっと若干この、カクカクしたこの角張った感じがですね、まあ、これはもう本当にあくまで好みの問題だと思いますけれども、ちょっと私はあまり好みじゃなくてですね、ちょっとやっぱり角は丸い方がいいかななんて思うんですけども、あとまあディスプレイの画面はですね基本的には、インク系のですねソリッドな、とても冷やすいで、一応今これ光反射しちゃってますけど、太陽の光とかの下でもですね結構はっきり見える。あとあのページをめくるときだけ電源がオンになってですね、次のページをめくった段階で、電源は実はオフになっているという形になりますので、実はその電池の持ちがすごくいいんですね。1回充電するとですね、通常の利用だともう2週間とか、私なんかあんまり使わなかったので1ヶ月ぐらいもう本当に充電しなくても大丈夫なような、そんな感じで電池の持ちがいいっていうのも、まあ、電子書籍の非常にいいところじゃないでしょうか。